小さな島国の日本。日本はたゆまぬ努力と高度な技術の発展によって今や世界中の国から注目を集めている経済大国です。その近代的な日本にも古くから伝わる宗教が今も受け継がれています。日本の宗教は遠くインドや中国から伝来したといわれる仏教と日本古来からの新教徒に大きく分かれています。そして日本の仏教や新教では昔から伝わるそれぞれの伝統的な宗教行事を今も人々の手によって大切に受け継いでいます。冬、国の周りを海に囲まれている日本は寒流と暖流の海流が交差して豊かな四季を形作っています。そして年も改まった1月元旦、人々は神社や氏神様に初詣に出かけます。日本人の多くがこれから迎える一年の無事や家族の健康、幸せ、また商売繁盛などを祈ります。初詣では一年の祈願だけではなく昨年の願い事へのお礼としてお賽銭も納めます。学問の神様を祀る神社では大学や高校の合格を祈願する若者たちによって絵馬が奉納されます。普段はあまりお参りをしない現代の若者たちも、こんな時はやはり神頼みです。おみくじを引く人の姿も多く見られます。おみくじは一年の運勢を占うもので、引いた後は神様に将来の願い事をしながら木に結びつけます。おみくじが結ばれた木々はまるで白い花が咲いているかのようです。これは昨年中家々の安全や人々の健康を守ってくれただるまや神社のお札。一年の感謝の気持ちを込めて社に納めます。中国禅宗の開祖と言われているだるま大師の姿を表しただるまは毎年小さいだるまから年々大きいものにしていくと良いことがあると言い伝えられています。年の初めに新しいだるまを買い祈願の太鼓でだるまに魂を入れてもらいます。健康で、はい、いいですね。
本と仏教の交流があるスリランカからはるばるやってきた僧侶たち。古いだるまや神社のお札のお焚き上げの行事に参加していました。山々に雪の名残が消える頃、木々の若葉が暖かい日の光に映える春。桜の花の下で憩う人々、楽しく明るい春のひととき、老人も若者たちも集まって交流の場が広がっていきます。村や町に必ずある氏神様の社を大切に守り続ける人々は、自然の営みを大事にしながら日々の暮らしを続けていくのです。農作業の始まりを告げる田植えの儀式、水田を酒で清め、五穀豊穣を祈願しながら、昔から伝えられた伝統の行事が進められます。行事は古くからの伝統を守って、男性が太鼓でリズムを作り、女性は田に入って苗を植え付けていきます。日差しも強くなってくる夏。今年も豊作でありますように。人々は収穫を願い、豊作祈願の儀式によって大自然の豊かな恵みを神仏に祈ります。真言宗の開祖といわれる弘法大師は、日本人にとても親しまれています。幼子の霊を祀った水子地蔵尊、亡くなった子どもたちの思い出を胸に、供養に訪れる母親たちの姿が社の森に見られます。旧暦8月の裏盆へ、先祖の御霊を慰めるため、生前に好きだったものを墓に備える心遣い。お盆の行事は現代でも広く日本で行われています。この時期、先祖の墓に花を供える姿もあちこちの寺で見られます。
お盆には玄関先で迎え火を焚くことにより、先祖の霊を家にお迎えします。仏壇には先祖が乗ってくると言い伝えられている馬形に作ったナスやキュウリを並べたりします。お盆は人々が信仰する寺を中心に行われ、その期間中それぞれの家では数々の供え物をして先祖を忍び供養をするのです。御栄華を唱える人、静かに自宅の仏壇に手を合わせる人々、お盆にはそれぞれが信仰する宗教に従って先祖の供養をするのです。夏の夜、老人や女たちに混じって都会から帰った若者も一緒に楽しい盆踊りのひとときが過ぎてゆきます。盆踊りも終わり、短い夏も過ぎようとする頃、先祖の御霊を送る灯籠流しの行事が行われます。亡くなった人々の名前を書いた灯籠を静かに川面に浮かべる人たち。流れゆく灯籠に先祖の霊が安らかにと願うのです。やがて木々が紅に染まる頃、秋の収穫を祝う秋祭りの行事が喜びのうちに始まります。今年も豊作でした。祝う心は祝い酒から神輿の行列へと進んでいきます。人々はこうして今年の豊作を神に感謝するのです。秋にはまた子どもの成長を祝って七五三の行事も行われます。七五三は男の子が3歳と5歳、女の子が3歳と7歳の時に子供に晴れ着を着せて、毎年11月15日、神社や氏神様に参詣して、子供の健康と成長を祈願する行事です。日本には、厄年といって、災難に遭う年が多いので気をつけるよう言い伝えられている年があります。男は25歳、42歳、60歳。女は19歳と33歳の年を指し、陰陽道で説かれたもので、この年になると人々は社に詣でて厄払いの儀式を僧侶の手によって行ってもらいます。また
家内安全や交通安全も祈願してもらうのです。再び日本に冬の季節がやってくる頃、今年の豊作と来る年の幸せを願っていろいろな行事が行われます。畑には女松を植えたり、田んぼには男松を植える習慣もその一つです。このように近代国家、経済大国といわれる日本にも、古くから伝わる伝統行事や宗教的儀式が、今もなお人々の手によって伝えられ、受け継がれているのです。Thank you.